カン抜きは、相撲の取り組み及びレスリング、プロレス、総合格闘技、さらには、合気道や、少林寺拳法などの武道、武術において用いられる技術である。いわゆる曲技の一種である。本来は相撲における技術である。相手が諸出しに来たとき、その両腕を自身の両腕で外側から抱え込むように捉えて、相手の動きを封じる技。 肘の関節を締め付ける場合もある。片腕のみを勘抜きを極めることもあり、これを、肩勘抜きと呼ぶ。大柄な体格と強い筋力が必要とされる技で、相撲では、降参による勝利がないため、この体勢から別の技に移行したり、あるいは勘抜きのまま押し出したり押し倒したりする。決まり手としては、勘抜き状態での押し出しは極め出し、押し倒した時は、極め倒しという。 かつて、海王がよく使っていたように、肩貫抜きから小手投げに行くこともあったが、この場合で、相手がこらえたりすると相手の腕が極めて、危険な状態となる。なお、カン抜きをかけることを、勘抜きを極める、腕を極めるといい、俗に、極めると略される場合もある。カン抜きを使う力士は相手にもろ差しを許しているわけで、高野波は相手にもろ差しを許しても、 その体勢から抱え込んで相撲を取ることが自分の型であったものの、これは高の波の波外れた懐の深さと足腰の強さ、ゆえに可能となった取り口であった。小学校、中学校の相撲では禁じ手となっている。プロレスにおけるアントニオ・トーマスによる肩貫抜きを用いて腕を伸ばして極める柔道でいうところの腕ざわき型の一種、向上手法官、レスリング、プロレス。 総合格闘技ではカン抜きもしくはダブルオーバーフックの名称で使用している。組み合った状態から相手の腕をカン抜き、またはカ,タカン抜きに極めて相手の動きを封じる。そこから別の攻撃に移行していく。さらにはカン抜き状態から相手を後方へと反り投げる。カン抜きスープレックス。カ,タカン抜きの状態の時も片腕で相手の胴を抱え込んで後方へと反り投げるスロイダー。 という投げ技がある。柔道における立ち姿勢での腕ざわき方の一種勘抜き型柔道では、肩勘抜きがよく用いられる。肩勘抜きを主要的に用いる技は方丈四方勘、勘抜き方など変形の腕ざわき方である。肩勘抜きで相手の肘関節を極める関節技である。相手の腕を伸ばして極める場合が、多いがひねって極めるインサイドショルダーロックも、 カン抜きを用いた腕座き方である。カン抜きを補助的に用いる技としては、ガードポジションからの、肩十字絞り、逆十字絞り、突っ込み絞り、方けさ肩からの片端絞りである、羽外絞りなどの締め技がある。補助的に用いる場合は、相撲と異なり、相手の襟を掴んで、片腕でカン抜きを行いもう一方の手で、逆の襟を掴み締める。 小室工事がうまく試合でよく用いている。別名小室区。合気道や少林寺拳法などの武道、武術においても使用されて、合気道では貫抜き固め、少林寺拳法では押し貫抜き投げ、貫抜き内転秤などの応用技も存在している。ありがとうございます。